レジェンズ、蘇る試練の島、前回の追加のプレイしていきましょう。また冒険に出した結果ですね。どれ詳細かな？はい、36になりました。どんどん上がっていくね。社会人にはでも嬉しいシステムだね。嬉しいかな。まあ、レベル上げ作業がないっていうのが、大きなとこだけど。ん？ねえ、こういうストーンワームとか出てきてもさ、臆しないもんね、こっちはね。まあ、こうですよ。これ、クリティカルなくても300は行くってことだよね。恐ろしいなぁ。どこ行ったんだろう、あいつ。向こうかなぁ。あれ？いたいたいた。邪魔だ、ゴブリンども。一桁台でこちらにかなうと思っているのか？ 12 倍だもんね、敵のね。もうこれで終わりだよ。果たしてこれは RPG を楽しんでいるのかと言われればちょっと微妙なところだよね。どうも。まずゴブよ。ゴブたちは命令されただけゴブよ。誰に？大魔王はどこ行ったの？この島の森の奥にある洞窟に逃げたゴブ。それって本当？嘘じゃないゴブよ。信じてほしいゴブ。森ってことは、ま、他に手かかりないし、この辺に許してあげよっか。ありがとうなんだゴブ。森ってことはあれか、一回行ったとこかな。あそこっぽいよね。違う、こっちじゃない。そう、一回こうやって行かないとダメなやつあんの。ゲームキューブのコントローラーめちゃくちゃ操作してないんだけどさ、みんなこんなんでやってんの。なんかあれかな、十字キーって聞きにくいことはないのかな。なんか高い気がするな、高さが。気のせいかな。気のせいな気がするよね。言い訳だよね、完全にね。これでやってる人はやってるもんな。どこ行けばいいんだっけ。こっちか。違ったな。綺麗に外したな。この子かわいいよね。うちにも欲しいけど、これ家とか火事になったりしそうだもんな。やっぱそこは怖いな。よし、終わり。最悪これ逃げてもいいかもしれないな。通常戦闘。まあ、でも逃げても、攻撃しても、そんなに時間が変わんないからね。あ、違う。あれ？あれ？さっきのところ合ってたのか？合ってたの？昔はね、本当に、タリスポットとかいろんなカラー出てたけど、順当に白のやつ買ったからね。風のサーガカラーとか。白のっていうか、シューか。シューのタリスポットを完全に、タリスポット？そうか、タリスポットか。をね、使って。やっぱね、主人公のやつが欲しくなるんだよね。どうしても。この島の奥の森って言ってたからね。こっちだと思うんだけど。でも普通にさ、その人間サイズのゴブリンがさ、街をカッパする世の中ってめちゃくちゃ怖いよな。普通、出歩けないよ。結構怯えてる子供とかいたけどさ、多分俺も同じ気持ちになるもんね。で、このレジェンズ、なんか、自分の前のクリアデータ、消したデータを見た感じ、この、まあ、今連れてる武蔵のレベルが70いくつだったんだよね。もう半分ぐらいまで来てんだよ、これ。まだ最序盤だと思うんだけど。ね、こうやってどんどん、普通10とかのやつを放置してるだけで2000とかだから。しかもレベル1の探索だからね、普通にカンストとかすぐしそうだけど。この草のとこでいけんの？あ、違うのか、向こうからじゃないといけないのか、これ。こっち、あ、何やってんの？ガガガガガ。
何してんの？こんにゃのウェコンたちは俺のレアカード。レアカード？もうどうしてあなたたちはいつもそうなのよ。なんか、賑やかだね。新種のレジェンズかな、あれ。ああ、チビシロンに対して言ってんのか。そうだよね。だって、ウィンドドラゴンは、認知されてるかもしんないけど。あ、ケトシー。本編だと可愛いんだよね。博士だもんね。前も言ったな、俺な。レジェンズまた見直したくなったな。DVD しか売ってないんだよな。ブルーレイのボックスが欲しいんだけどさ、なかなか売ってくれないんだよな。そろそろさ、そのレジェンズを当時見てた、その、子供たちはさ、自分も含めてだけど、稼げる年齢になってるんで、ぜひとも出してほしいんだけど。回復か、別にいらないな。ダメージをもらわないからな。で、今 HP がいくつあるのかわかんないんだけどさ、多分、敵からもらうやつ何発受けても、そうそう死なないと思うんだけど。よし、終わり。これでもレベルに応じてさ、レベル差で経験値がもらえないとかいうシステムを作ってない、こちらさんサイドが悪いよな。あ、アリサちゃん。もうせっかくこの私が待っててあげたのに、遅いから先にここクリアしちゃったわよ。ごめん。ツンデレ系だな。いいからさっさとクリアしてきなさいよ。かわいいな。ツインテールが似合うのも、やっぱ可愛いからなんだろうな。なんかちょこちょこ止まるんだけど。すげえ、ケツから火を出す気だ、こいつ。レベル3とかは屈しないもんね。レベル30ぐらいまではちょっと多分屈しないから。でも、敵のレベルが30になる頃にはこっちのレベル30とかいうレベルじゃなくなってるだろうな。この奥は、あ、いける？あ、なんかある。なんか上にいない？中身毒消しだったよ。毒消しか。別に毒食らっても死なないでしょ。過信かな？過信な気はするな。あ、なに？またサラマンダーか。サラなんだ？なんかフードみたいになってんね。首のとこね。襟巻きって言った方がいいのかな？成人式の時の女性かな？殺生丸様みたいな。あれは違うか。これ何？これ欲しい。シルバーストーンだよ。シルバーストーンって何ですか？もちろん。シルバーストーン。違う、ちょっと待って。装備、ああ。お金になるやつだったら別に欲しがる必要なくない？よし。お、トロールだ。うわ、トロールだ。強そうだな。おで、ここ通すなって言われた。意地悪しないでよ。ダメ、ここ通さない。いいぜ。押し通るのみだ。戦う。MP 一応、結構あるからな。こういうちょっと強そうなのを使っていこうか。どれぐらい減る？あ、やっぱ2発いるんだ。一発だったらそのまま終わるもんね。はい。いやー、強い敵だった。苦戦したね。苦戦の基準が変わってきてるもんな。お前なかなか強い。通っていい。いいんだ。そういうシステムなんだ。ん？向こう側にも道があるんだ。どうすれば渡れるかな？武蔵に乗れないのか。なんかいる。D クロコダイル。D ってなんだっけ？残念だったな。大魔王様がこんなとこ逃げ込むわけねえだろう。あんなゴブリンの嘘を信じてやがるんだっせ。こういうシナリオなんだろうけど、このままにムカつく。というわけでお前らは俺様の、おやつに決定。一瞬おけつに、おけつに決定って何言ってんだって言って。何言ってんの？俺の頭だったの。うん、どうしようかな。ショット使ってみる。
倍だよね。倍じゃない、倍だよね。水のシフトエレメント。え、倒しきってないの？倒しきれてない。すごい。強いじゃん。お疲れ様。いやぁ、苦戦したなぁ。2ターンも使ってしまった。確か負けた方は相手のやつになるんだっけ。かわいそうなこと言ってやるなよ。タンマ、俺なんか食ってもうまくねえって。いや、でもワニ肉ってあれでしょ？鶏肉みたいな感じなんでしょ？俺も大王様がどこにいるか知らねえんだって。知らないんだ。本当かな？嘘じゃねえって。もういいだろ。こういう仕事なんだから勘弁してくれってな。どうしようかな。これやるから許してちょうだい。いやだな、冗談だってば。でも、これはもらっておくね。いい性格してやがんな。シルバーストーンもらってよ。よかったね。金の元だね。おう、ワニの旦那、なんで、またやられちまったのかい。うるせえ、あんちゃんこそこんなところに何やってんの。それがよ、この奥の扉が開かねえってクレームが来てさ。調べに来たんよ。でも、あんな扉、俺っちも知らねえんだよ。開かない扉？おっと、今の内緒にしといてくれよ。お前さんもこれでクリアだからタウンに戻った方がいいぜ。クリアとか言うなよ。突き抜けていったな。でも、まだ何かこの奥にあるような気がするな。ワニ君、この奥の扉見てもいいかな？はい、どうぞどうぞ。急に事務的になんのやめろや。リザードも。ひょろいな、なんか。腕が細すぎるだろ。折れるぞ、お前。普通にクローでいけるでしょ。はい、終わり。やっぱボス級になると、このなんか2連攻撃みたいな。そういうのが大事になってくるけど。これ何？この扉は開かないって言ってた扉かな。この扉をのくぼみ、ソウルドールが刺さるみたい。ソウルドールをここでリボンすると開く扉だと一緒。この扉にはいろんな属性の紋章が書かれているね。試しにリボンしてみる。はい。何を？どれどの属性でもいいの？じゃあ武蔵のやつで行くけど、はい。はるか先生はなんでこのタイミングで毎回出てくるんだろうな。別に普通のリボン的だったらいいけど、今は関係なくない？抜いていい？いけるこれ。これ多分火の属性だったら火のやつを、みたいな。そういう感じなんだろうね。やっぱりそうだった。この奥には一体何が隠されているんだろう。なんかあるね。なんだあれ。この壁にあるのはスイッチみたいに見えるけど、押してみようかな。はい。うわ、びっくりした。何が起こったんだろう。勝手にやって、あ、道はできてる。あ、橋がかかってる。へえ、なるほどね。こういう仕掛けになってるんだ。でも、設計した覚えがないやつなんでしょ？それもそれでな、不思議な話だよね。こっち側行ってみる？あ、下側だね。サラマンダーちゃんはもういいよ。開けるのが分かってるだろ？あれ、また、音がバグってる。またっていうか、完全に別のゲームの話なんだけど。なんでこういうのたまになるんだろうな。ちょっと待ってね。よし、オッケー。やっぱ録画ソフトの関係みたいなんだよね。あ、これ欲しい。風のエレメント。あ、エレメントがいまいち覚えてないんだよね。属性が、あ、そうか。なんか地形のあれが変わるんだっけ。敵扱ってたな。マジで腕バーンってやったらバキッて折れそうだよね。怖い話だよ。
よし、これでこの先、あ、三つ股に分かれてんな。森か、森はもうだって出口だもんね。じゃあちょっとこっち行ってみようか。よし、やっぱり正解だね。これは HP の元、完全に味の素なんだよね。あらら、捕まっちゃった。よし、ま、サラマンダーは苦労ごときで倒れるよな。 MP のやつも欲しいな、今な。もっとね、強いやつが来た時に多分ガンガン消費していくと思うし、しばらくはないとは思うけどね。これ外へのショートカットとかそういうことではない。防御の元、元ってこっち行ける？やっぱウィスプちゃん可愛いな。はい、終わり。でも本当に久しぶりにこういう RPG をゆっくりプレイしてる気がするな。あんまり時間かかるから疎遠してるんだよね、最近は。シフトエレメントプラス10。お、外に出てきたね。あの子を置いてきてよかったのかな。海岸の洞窟、とりあえず見てみるか。あ、この扉の小麦には水の紋章が書かれている。水か、ちょっと待って。はい、これでどうでしょう。とりあえず水のもうセットしてソウルドール寝て大丈夫ですか。一応水のやつをご用意いたしましたけど、この奥には一体何が隠されているんだろう。あんま隠してるかもないけどね。お、なになに、どうしたん。あらら、もしかしてそこの扉を開けてくれたの。助けてくれてありがとう。私閉じ込められてたの。これでやっと仲間の元に帰れるわ。俺がしたいからマーメイドの住処に来てくださいね。え、案内して、どこ。もう行っちゃった、マーメイドの住処か。どこにあるんだろうね。お、いつも細えな、腰回りがな。イエティもこれで終わりでしょ。あらら、驚きだ。耐えるとは思ってなかったな。まあせっかくなんで、てかマーメイドの住処どこかわからない以上、ちょっとね、まあ町の方に戻るとかそういう話になってくると思うんで、ここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。